サーディーサーディーサーディーかー、旅する足です。今日はですね、バンコクから東側にあるピンクガネーションを見に行きたいと思います。イエーイ旅する足。ですね、結構なんか遠いらしくて、バスとか他の乗り物を乗り継いでなんか 3,4 時間かかるそうなんですけど、頑張って行ってみたいと思います。まずその前に腹ごしらえということで、おなじみの朝カオマンガイを食べに行きたいと思います。これがこれ揚げマンガイ、カオマンガイ、カオマンガイソースソース、カオマンガイいただいてます。美味しいですか？安定の美味しさ、3日連続マジで安定。めちゃくちゃでかくない？あの魚。すごい。でかっ。ね、60センチぐらいある。今から岡前のバスターミナルの方に向かいたいと思います。彼の人は本当にどうやって渡ってるの？うん。これはもう渡れません。横断歩道に。お、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、仲間が。帰ってきました。みんなで渡れば怖くないって、こういうところから出てきた言葉かもしれない。いけるかも、いけるかも。いけた。あ、でもここまで。まだ中央分離帯に来ただけだ。あ、ついてこ、ついてこ。いけるの？マジで？いけた。いくらしいよ。いくらしい、彼はいくらしい。いや、すみません、めちゃめちゃ怖かったけど、怖かったね。ここです。いや、ここほら書いてあるでしょ、タイ語で。エガマイバスタミナル。これはなんかチケットとか買うの？そう、先に。うん、オーディオ。あ、ほらほら、日本語で書いてある。ほら、ピンク画面さ、テチュンさん、ハオライカー、トゥーで220。あれ200、まあ、10も返されたよ、310返してもらった、うん、結局かかったの210。210、はい、1人105ナンバー10。あ、これはもうすぐだ、ここだ、出てすぐナンバー10。チケット、手書きのチケットね。猫ちゃんと相席しよう。猫増えた、2匹になった。何時に来るか分からんけど、40分に1本だって。40分に1本、うん、多分噂によると。ええー、疲れたね。疲れた。1時間以上待ったんじゃない？1時間以上待った、うん、無事に乗り込みます。 8C と 8D、 8番、うん、書いてある後ろだね。1番、これで、うん、おそらく2時間ぐらいです。これ乗んの？多分、多分だけどね。今2時間ぐらい乗ってたね。2時間ぐらい乗ってやっとバスステーションに到着しました。まだここから乗り換えだからね。あと何乗るんだっけ？これ、これソンテウってやつ。これでどこ、ま、どんぐらい乗るの？これは40分ぐらいらしい。たま、うん、どっち？これ？あ、ここにほらあるじゃん、ね、これピンカネーション上の。ほんとだ、絵が描いてある。めっちゃいろいろある。マンゴー、うん、こっちもなんか漬けてあるの、これ。うわ、ちょっと匂いする。塩つけて食べるんかな。なんかピンク、ピンクソルトみたいなのが入ってる。いや、冷たいよ。ちょっと持ってみ、氷で冷やしてあったじゃん。しかもちょっと持ってみ、重くない？ずっしり、ずっしり入ってるっしょ。結構いっぱい入ってるね、うん、ね、すごいさ、可愛くない？この形がギザギザでしょ、うん、うまい？あ、硬そう、うん、すごい硬い、割れかかい、硬い音してる。美味しいの？皮
香りはすごいマンゴーだけど。今日山。本当野菜食べてるっていう。確かにそうだよね。マンゴーって切ったらこんな形綺麗に残らんもんな。今思えばぐじゅぐじゅになるもんな、うん。スイカに塩かけて食べるのと同じ。あ、そういうシステムだと思う。はい。うまいけどつけなくてもつけなくても変わんない。酸っぱいねー。酸っぱい。マンゴーで酸っぱい思いしたの初めてか。確かに。中にも多分実績に2人。ねえ、何食べた？酸っぱいになりましたね。見える見える。距離40。マリン。おー、すごいすごい。だからみ、この方々、うん。あ、ちょっと待って。何時に出ましたか？今日は8時過ぎに8時頃出て出ました、ね、ご飯食べたので、8時半ぐらい。10分ぐらいしかご飯食ってないよ。そっか。じゃあ、まあ8時に出発したとします、うん。じゃあ今何時か発表していいですか？はい、どうぞ。今は、はい。なんと、はい。なんと？午後2時でございます。何時間か6時間ここまで6時間バスとなんか乗り合いバスみたいなのとソンテを乗り継いで6時間片道、ね、うん、何これ、何だこれ、でっかい、うわっ、ちょっと待って、いきなり現れるんで新鮮だよな、ココナッツ、うん、きっと今割ってる、すごい、やったー、うまそうね、めっちゃ美味しそう、いただいてください、うん、どう、美味しい生き返るくれよ、うまいよね、めちゃくちゃうまいよ、うん、一番うまいかもしれない、一番うまいかもしれない、マジでめちゃくちゃうまいじゃん、ごめんごめん、めっちゃ飲んじゃった、いいよ、うまっ、あ、これ見て、お参りするときに自分の生まれたね月のやつ、じゃあ曜日だのろうそくを買って、でなんかこの辺のお線香みたいなやつも買とか買ったり、そのお花とかを持ってってやるんだけど、ちょっとね全く作法がわからんのよ生まれた曜日も知らんしな、確かに、どう、かっこいいな、マジでめちゃめちゃ可愛くない、めっちゃでかいな、めちゃくちゃ可愛いよこれ、でかっ、もう演奏付きだよ、演奏付き、うん、すごい、うん、ピンクガネーシャさんはね3倍速で願いを叶えてくれるんだって、マジ、うん、願い事ね直接言うんじゃなくてね、そのネズミに言うんだって、そうなの、うん、でねね、耳から言うんだけど片方の耳はね塞ぐんだって、手で、なんて言っとった、あれ、ネズミさん、ネズミさん最善を尽くすえ、なんか牙つけたの、牙しちゃう、多分は反対がね折れてるんよ、ん、持ってるんよ、胸筋な感じなんかな、手がいるのが可愛い、台座にもいっぱい銅が多そうですね、うん、かっこいいよな象って、やっぱアジア象なんだろうな、あ、耳も小さいし、アジア象だな、アフリカ象はね、もっと耳が大きくてね、アジア象だね、カイ君、このヘビは何、ヘビ知りませんなんか縁起は良さそうだよ、いや、本当だ、赤ピカチュウ、いや、もういろいろあるよ、すごいね、何でもありじゃん、うん、え、本物じゃないよね、え、違うよ、めちゃくちゃリアルじゃん、めちゃくちゃリアルよな、僕から見たら本物かと思っちゃう、まだ本物って言われても全然信じられる、ほら髪の毛とかもさ、ほら生えてるんだよ髪の毛がちゃんと、あ、スネ夫だ、伸びたいないかな、おい、伸びた、野球しようぜ、
でかいねこれ。うわ、こっち もうすごいでかいよ。でかっ。でもやっぱちょっとピンクある。うん、うん、長いねこの竜。立派な竜ね。あ、白い鳩や。本当だ。めちゃくちゃ竜長いぜ。あっちにももう一匹おんの。え、顔5個もあるじゃん。本当だ。顔5個。でも中にめっちゃ住んでるよ鳩。巣作っちゃってんじゃん口に。うん、いいよね、水辺だし、なんか涼しそうだよな。すごいな。でかいね、これ。これ、ヒゲ生えてるね。うん、生えてるよ。かわいいわ。あ、この子、目が寝てる人とか、当ててる人とか。楽しそう。楽しそうだよ。これにしようかな。カオパッ。カオパッ。カオパッ。あ、カオパッ。チャーハンね。俺これにしよう。乾杯。乾杯。めっちゃうまいな。水ってこんな美味しかったっけ。どうぞ。美味しそう。はい、チャーハン。ポーク入りのチャーハンです。うん、そう、たーうまっ。うん、うまい。こんにちは、ガパオです。いただきます。これは絶対美味しい。美味しい。美味しい。全然辛くない。辛さ控えめって言ったけど、オイスター感がね強い。これうん、美味しい。オッケー。1時間待ちか。またせやな。帰りは国鉄で帰ります。はい、サランポン駅まで行きます。え、なんか1時間ちょっとで着く。1時間20分ぐらい着くのでしょうか、本当に。これだね、きっと。2号車。乗れました。めっちゃ涼しい。国鉄、エアコン付き。寒いね。めっちゃ寒い。寒いので、皆さん、タイの電車とかに乗るときは、上着を持っていきましょう。あったかい。ワランポン駅。なんと到着した。さあ、今の時間はなんとですね、1時9分でございます。ということで、1時間20分かかりました。家まではまだここから1時間ぐらいかかるんでしょ。とりあえずご飯行きます。はい。これだね、多分。ちょっと無理くない？これ。すぐちゃん、これ本当に。これも一緒か。うまそう。え、めっちゃ美味しそう。めちゃくちゃうまそう。え、これワンタンなんだ。ヌードル。ヌードルじゃないんだ。
構本当にワンタンなんだね。どう？酸っぱ。酸っぱいの？あ、酸っぱいんだ。うん、辛くない？うん、あ、いいじゃん。あ、若干スープが辛い。めちゃくちゃよだれ出てきたわ。うん、美味しい。美味しい？スープ辛いよ。ほんと？でもワンタンも美味しい。そう、うん、酸っぱい。せる。あ、うまい。なんか結構詰まってるな。いや、マリちゃん辛いよ。辛っ。うん、まっ。あ、口ヘリヘリしてきた。でもな、うん、でもこれめっちゃうまいわ。いいね、正解。いただくね。でかいよ。本当だ。いただきますね。もういろいろ乗ってね。絶対熱いやん。絶対熱いね、これは。これね、これと一緒よ。あー、そうなんだ。中身は一緒。中身一緒。なんなら味も結構似てる。そのまま揚げたのかな、多分。うん、なんそんな感じ、ほんと。あー、これを、うん、うん、うまい。これをなんかあれだね、上に乗ってるこの具材も一緒っぽいもんね。うん、うん、うん。こんな具の頼みやから。スープにするか揚げるかって。うん、うまいよね。うん、いや、暑かった。うん、うん、これ美味しい。美味しいよな。うん、本当。レモン系なのかな、なんか分かんないけど、さっぱりしてるね。うん、これにすごい合うよね。合う。メニューがいっぱいあります。多すぎる、大変やし。これあれだね、台湾系の。本当だよ、本当だね、本当だ。うん、全部感じやし。でもココナッツにあれで。うん、一緒や。こんな暑いのに、あったかいデザートですよ。ねえ。どう？あー、ミルク、甘いミルク。そう、ココナッツじゃない？多分ミルク。ね、美味しい？この餅はね、めっちゃ美味しいよ。甘いミルク、このミルク、こういう甘いミルク好きだ。好き？めちゃくちゃ好きだ。タロイモ。タロイモ？タロイモ団子。美味しそう。あ、この子ね。美味しい？なんか入ってんの？ごく。タロイモ団子うまくね？あ、違う、何入ってんの？タロイモ。中身に、もうなんか、中身もらってる？タロイモ。ちょっと食ってみよう。あ、なんか出てきたよ、血が。本当だ。反対側から。これが入ってます。横顔がぺったんこ。横顔がぺったんこ。横顔がぺったんこ。だけど横顔がぺったんこ。